こんにちは、せなすけです。今回はですね、すごく気になってるモデルがありまして、めっちゃ気になってるんですよ。でね、実はね、そのジャンルのものはまだ作ったことがなかったのですよ。なのでワクワクしてるのと、ちょっとドキドキしてる。今から買いに行くんですけど、はい、それはどういうジャンルかっていうと、スケールモデルっていうものですね。ちょっと歩こっか。スケールモデルって呼ばれるものなんですけども、私ね、スケールモデルっていう言葉自体はよく聞くじゃないですか。はい、よく聞くと思うんですけど、皆さんもね、ご存知だとは思うんですけど、私も言葉自体は知ってたけど、どういう意味なんだろうっていうのはね、実はずっと思ってたんですよ。で、私が今から買いに行くものもスケールモデルって呼ばれるもののはずなんです。はい、で、スケールモデルの意味ね、私ね、調べたんですよ。はい、調べて、で、きっとスケールモデルに分類されるのだろう、今から買うものは、っていう感じです。まあ、買いに行きましょう。楽しみです。はい、ということで、お家に帰ってきました。欲しかったものは無事に購入できました。じゃあね、早速皆さんにお見せしたいと思います。購入したものをお見せいたします。行くよ。ドゥ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 。ででーん、こちら。こちら購入いたしました。1/32エアークラフトシリーズナンバー18ゼロ戦でございます。ゼロ戦。はい。買っちゃったよ、ついに。うん。めっちゃかっこよくない？もうさ、この箱の感じからさ、もうかっこよさがもう出てるよね。めちゃくちゃ出てるよね。男前やん。男前やんって言葉私好きですね。うん。私は、こういったスケールモデルっていうものをね、初めて作るんですよ。これから。うん。作るんですよ。で、もともとはね、こういったスケールモデルっていうものは、結構難しいのかなっていうね、風な思いがあったんですよね。作るのが結構難しかったりするのかなとか思ってて、なかなかね、踏み出せずにいたんですけども、でもね、ちょっと今回思い切って組み立ててみようと思って。今だったらね、絶対かっこよく組み立てれるし、かっこよく塗装できるし、完成できると思うんですよ。ちょっと前だったら、やっぱり、プラモデルを触ること自体に、難しさを私は感じてたので、今だったら、多分、ちゃんと組み立てて、ちゃんと塗装して、っていうところまでね、できると思うんです。かっこよく仕上げるってことが、できるはずです。自分を信じてる。よし。じゃあね、皆さんと一緒にね、こちらの中身をね、見ていけたらいいなと思いますので、これからね、中身、見ましょう。箱開けてみましょう。私もね、今から初めて中身を見ます。楽しみだ。どうなってるんでしょうね。スケールモデルの、このキットの中身って実は見たことないので、ワクワクしてます。ワクワクとドキドキでございます。じゃあ、中身、見てみましょう。はい、こちらでございます。もう、かっこよすぎる。この箱の感じからね、めっちゃかっこいいですね。ゼロ戦。よし、じゃあね、中身開けてみたいと思います。いきますね、開けますね。いくよ。ズズ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 。はい、じゃじゃん。開けたらまずこんな感じですね。なんか、厚紙みたいなのが入ってて、切り込みとかも入ってる。なんかの型になってるように見えるんですけど、なんだろう、これは。これはなんだろう。わからない。なんだろう。英語がいっぱい書いてるんだけど、どういうことなんでしょうか。わからないが、ちょっとこれ出してみる。開けてみましょう。説明書とかに書いてるかな、これ。なんか使えそうだよね、これ。なんだろう。はい、ということで開けてみました。こんな感じです。説明のものですね。説明書が入ってたり、使うね、組み立てワンポイントアドバイスっていうのがね、書いてあるんだ。あ、めっちゃいい、これ。あ、用意する道具とかも書いてくれてるんですね。これは助かるね。私ね、なんか、
どれぐらいの工具がいるのかわからないんです。わからなかったんですよ。めっちゃ道具いんのかなとか勝手に思ってたりして。あ、でも結構あれだね、ガンプラ組む時とそんなに変わらない感じかな。あー、ピンバイスがいるっていうのがちょっと違うかな。ピンバイスいるんだ。どういうところに使うんだろう、ピンバイス。へー、ピンバイスか、どこに使うんじゃろかっていうね。あとあれか、瞬接がちょっと欲しい感じかな。これ瞬間接着剤があってもいいかなっていう感じだよね。で、あとはメッキを剥がすとかもするみたいですね。メッキが施されてる部分は接着剤ではつきにくいから、メッキを剥がしてから接着剤をつけるみたいなこともするみたいですね。へえ、そういうのも私やったことない。すごい新しいことだ、私にとって。はい、じゃあね、中のパーツとか見ていきましょう。箱開けるとね、なんかこういうのが入ってるんですよ。こんなね、なんか細長い箱が入ってて、ちょテープでしっかり留められてるんですが、これ何入ってんだろう。ちょっと開けてみますね。これ気になりますよね。はいはい、さっきのね細長い箱開けるとこんな感じで、なんか細かいパーツだったりとかバネとかが入ってるんですね。なんだろう、タイヤとかも入ってる。タイヤのようなパーツも入ってたりしてる。はい、開けるとね、結構ね、いろんなものが出てきました。でも全部ね、何が入ってるかわからないので、一回説明書をちょっと見てみようと思います。はい、何のパーツかよくわからないっていうところです。説明書見たところ、ちょっとわからないぞ何か。いや、パーツのなんかそれぞれの名前は書いてあるんですけどね、多分エンジン、操縦席のエンジンとかをリアルな感じでこれ組み立てるためのものなのではないかという予想してるんですが、こういったものとかね。あ、かっこいいな、すっごい細かいな。はい、でこの紙なんかもちょっと何かわからない感じですね。わからないことが多いなぁっていう感じなんですよ。まあ、初めてだからね、まあ、しゃあないっていうところ。あ、これ、ドライバーくん、ネジ回しくん入ってるじゃない。めっちゃありがたい。これはありがたいぞ、私ね。これだってネジ回しこのサイズでね、ネジがね、合ってるってことですよね、きっとね。なので、すごい助かる。なんか、今のところ謎が多い。私にはわからないことが多いっていうところですね。はい。ランナー数的にはね、そんなに飛び切り多いなっていう感じではないんですが、これ見ていただいたらわかるようにね、結構ね、細かなパーツが多いですね。なのでパーツ数で言うと結構な数あるんじゃないかなと、ちょっと今予想しています。なので、なかなか組み立てはそうやすやすとは進まないかもしれない。簡単ではないかもしれない。でもかっこいいね。もうね、造形素晴らしいんですよ。このクリアパーツなんかね、ちゃんとね、ほら、わかるかな。クリアパーツにもしっかりとね、ディテールがあって、めっちゃかっこいいです。すごい。私ね、こちらパイロットですね。パイロットは操縦してる時の、体勢と、仁王立ちで立ってる体勢と2パターンついてるんですかね。そうですね、パイロットもついてます。はい、これとかめっちゃかっこいいですよ。この翼のところとか見て、この素晴らしいディテール、造形かっこいい。これこういうとこって墨入れするんでしょうかね。墨入れしたら絶対かっこいいやんで、今の段階では私思うんですけど、これ実際どうなんですかね、色つけるのかな。またあれですね、なんかこういうもの、こういうね、スケールモデルのなんか塗装法とかもね、自分なりになんか考えてみたりとか調べてみたりとかして本格的にやってみたいですね。うわー、めっちゃかっこいいね。こ
この感じは、かっこいい。はい、こんな感じで。ダダン。いいですね。めっちゃいいですね。で、これがね、ベースですね。ベースというか台座というかね、ですね、飛んでる感じにできますよね、これだったらね。はい、でランナー数はね、以上なんですよ。やっぱりそんなにね、めちゃくちゃ多い感じはしなかったでしょ。でもね、パーツ数がやっぱり多いのかなっていう感じがね、しますよね。なので、まあ簡単ではなさそうかなっていうような感想かな、今のところね。でも本格的なね、あのもの、ゼロ戦ができるっていうのは分かります。なのでめっちゃ楽しみです。で、こちらが、説明書ですね。めっちゃかっこいいね。わあ、これは塗装したいな、塗りたいな、まあ、組み立てる前にも塗りたいなっていうね、感じなんですよね。いいですね、いいですね。結構あれだね。うわ、見てください。すごい。本物のゼロ戦の写真なんじゃないですか、これは。すっご。こんな感じになってるの、エンジンのところ。エンジンじゃない、あの、パイロットの操縦席って。これ操縦、コックピットだよね、コックピット。すっごいね。私何気に初めて見たかもしれない、こういう。あの本物のコックピットの中の写真って。やばいね。これ操縦してたんだ。本当に。なんかすごいね。ちょっとすごーってなりました。すげーなっていう。これはロマンがあるね。確かに。これ操縦するのやっぱ難しいんでしょうね。めちゃくちゃね。操縦の難易度が気になってしまうっていうね。すごいね、これを実際に操縦してたっていうのは。で、組み立て自体はね、やっぱり結構難しそうだなっていう感じが説明書読んでもしますね。工程がね、結構多いのかなっていう。でも、あー楽しみ。だってこれね、コックピットがすごくリアルに作られてるんじゃないですかね、こちらのモデルは。すごいな。はい、でこちらは、デカールやシールですね。でね、あの見たことないシールがねあるんですよ。見たことないシールがあって、こちらですね。これが私見たことないマスクシールって書いてますね。何でしょうか。ちょっとね、触った感じが、なんだろう、少しザラッとしてるような、ザラッとしてるような感じかな。なんか普通のシールとは違った感じで、これもね、どうやって使っていくのかっていうのが楽しみですね。どうなってるんだろうか、何なんだろうか、ドキドキっていう感じです。で、こちらのシールもどこに使うのかは、ちょっと分かってない。私、なんか、ベルトじゃないのかな。なんかベルトっぽく見えたんだけど、違うかな。なんでしょうか。なんでしょうか。ごめんなさいね。あまりにも、分からなすぎだろって思ってる方もいらっしゃるかもしれない。すいませんね。本当に、初なので。はい、ということで中身はね、以上ですね。結構ね、盛りだくさんで、いろいろなものが入っててね、面白かったですね。やっぱりね、中には、これは何に使うんだろうっていうようなね、ものも、まあ私からしたらですけどね、私は、すいませんね、わからないことがまだたくさんあるのでね、こういうスケールモデルにはね、ですが、すごい本格的なんですね、めちゃくちゃ。すっごいかっこいいなと思って、ワクワクしてます。早く組み立てたい。これでも組み立てどれぐらい時間かかるんだろう。でもね、その組み立てに
組み立てのなんだろう大変さみたいなのもね楽しみの一つなのですごい楽しみですね。はい、ということで今回購入したこちらの、ゼロ戦の中身をね皆さんと一緒に見ていきました。いかがでしたでしょうか。ほんとねこのパーツは何だろうっていうのが多すぎましたね。でもわからないからこそのねなんか逆に楽しみっていうのはあります。うん、説明書をねちゃんと順番追っていって組み立てていけば絶対にねできるし、どういうパーツっていうのも分かりますのでね、まあ、その時を楽しみにしようと思います。はい、じゃあね近いうちにこちらね組み立てを生配信の中でやっていこうと考えておりますので、私の組み立てを見守ってくださると嬉しいなと思います。はい、ということで今回はですね初めてのスケールモデル32分の1のねゼロ式を買ってきました。今からねもう組み立てるのがもうワクワクで仕方ないです。楽しみです。ということで今回はこの辺で、じゃあねまたねー。